好怀念小时候网咖，如果有人喊着火了，大家都还在坐着打电脑。不是一个应该怀念的事情。太快乐了，感谢。本游戏还有画面闪烁及强光效果等特效演出，某些人可能会此作品存储虚构，登场人物 Atlas 巴西斯卡普 CI War Unicorn Overlord， 哎，真不错，还得是你香草。太大了吧！我是说这些壮汉的年龄。看起来太好玩了，快转剧情，自动播放台词，播放台词等待时间。哇塞，这零点。就一楼有人在杂物间放火，我从七楼走楼梯下去，到一楼的时候已经看到消防员把火扑灭了，所以我就回头坐电梯回去继续绝地战兵。谁去你家楼下纵火啊，天哪。克鲁尼亚街道，问一下，之后西瓜游戏可以连线时，参哥会跟观众一起玩吗？我想和参哥好好交流交流。RDRRSP 应该不会吧？我现在说玩一玩，玩爽了。まだ間に合います。どうかお逃げください。为什么听起来又很像神士町的某个刑警？是我耳朵有问题？追われた女王を庇護する者などどこにもおらぬ。だが奴の目当ては私の首だ。滅びの運命は私が引き受ける。我が嫡子アレインをお前に委ねたい。陽動の隙に短期であれば逃げ切れよう。女王为啥露大腿？妈，人家是女王，她想露哪里就露哪里。今日に負けず先を決めるか。見届けてやってくれ。この一角銃の指輪を託す。あの子が成人したら渡してほしい。指輪の持つ力が助けになるだろう。イレニア様。母上。敵が迫っているのですね。アレイン、よく聞きなさい。女王として命じます。これよりジョセフの言葉は私の言葉。但这其实声音听起来很欠扁哦。良いですね。
大道寺一派是不是一天到晚想动用暴力？ジョセフ、あとは任せたぞ。さらばだ。ジョセフ、僕のことはいい。お前も行って母上の力になってくれ。そうは参りません。殿下、すぐにここを離れましょう。封锁通往城外的大路。不知道怎么配音很可爱。你还是瓦莫亚将军。可恶的格黑纳三连要吸光我的俗头了，三月还要抽煮饭婆风华 RDRRTA。关于部队移动，哇，真的是兵临城下，无法突破的必输结局。他这个移动是都可以。到目的地选择这里，朝选举对象发动攻击。一二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 ，行军过程可能遭遇拦截。哇，我方的魔法师也太大了！我说他的法杖。使命を果たすぞ。これでどうだ？这个是预先编组好，他们战斗的时候会彼此呼应吗？看起来是会，应该事前就要把队伍编好。Win 会 win 哦，讲错了，会 win 哦，真的 win 了。武器を取れ。相手になろう。気を引き締めよ。力を示せ。私が盾に。ダリア。哇，这个大盾兵会跳过去帮忙打。任せたぞ。王家の剣術。無念だ。かかったな。私が盾。沉重演步，盾兵很酷哦。共に戦い抜くのだ。これでどうだ。クラウガイ。狙いは完璧だ。ブワ。これには滅びぬ。为什么我的战力现在4？原本不是6吗？是指我的行动回数。哇！バルモア将軍、王位三奪の末に何を望む？我は。このフェブリス大陸の支配者ゼノイラ皇帝の末裔、ホルニア一国が我が望みではない。貴様、大陸全土に戦火を広げるつもりか。領土をめぐる小競り合いを繰り返すのが王の役目ではなかろう。かつての領土を我が手に取り戻す、それだけのことだ。想太多了，瓦莫亚将军，你才是挑战者。アレイン殿下は、コルニア王家の未来は私が守ります。
原来是王子复仇复国记嘛。趣味よく運びましたな。いや、ここから始まるのだ。ゼノイラが再びこの大陸を支配する時代がな。ところで、騎士団長のやつが姿を見せなかったか。東門を閉じる前に逃げた牙があったそうです。女王变 2.5 了吗？可能变成女士啊。这些都是我自古以来神圣不可分割的领土。西暦895年、コルニア王国の将軍バルモアは突如として自らを古代ゼノイラ帝国の末裔であると主張、謀反を起こし王都グランコリヌを急襲した。これに対してコルニアの女王イレニアは、女王在发展号令的时候屁股还要往前翘。我が身を立てとし、不愧是女王。わずかに残ったテゼイと共に迎え撃つも、あえなく全滅。幼いアレイン王子を託された騎士ジョセフは、バルモア将軍の手の届かぬ超級乔瑟夫、那个马还可以跑到水里。へと落ち延びたのであった。一方、バルモア将軍は皇帝ガレリウスを名乗り、フェブリス大陸全土への侵攻を開始、その支配域を広げていく。各国は必死の抵抗を続けた。FEZ吗？ついに全ての国が陥落。我看这么强。ガレリウス皇帝は神聖ゼノイラ帝国による直接統一天下、大陸統一を宣言した。各地では反抗が続くも、強大な帝国の前には及ばず、人々は圧政にあえぐ中、ただ天を仰ぐほかなかった。剧本倒是蛮传统。いつの日か救いが現れることを祈って。暴政乱世。コルニア滅亡から10年の時が過ぎようとしていた。王子与他愉快的伙伴们。独角兽戒指。哎，那会卖13114块吗？アレインたち、今日も訓練しているのかな。独角兽戒指、就是本命戒指。階段の掃除も終わったし、そろそろ教会に戻らなきゃ。スカレード、スカレード好大。我说他的裙摆。Vanilla Wear。居盖感谢。今日は俺が勝たせてもらうぜ、アレイン。受けて立つぞ、レックス。いい打ち込みだったぜ。やるな、アレイン。レックスだってかなりの腕前さ。紅蘭風吹。負けないよう、お互い訓練を積んできたおかげだな。ジョセフ様か。そういや、本土で解放軍を準備してるんだろ。ついにゼノイラ軍と戦うことになるんだな。ああ、そうだ。コルニア本土ではゼノイラに苦しめられた民が助けを待っている。王位継承者として俺が彼らを救わなければ。そして亡き母のためにも。けど世界を支配するゼノイラ軍に勝てるのかな。平和を取り戻すため戦う、その俺たちに天は味方するはずだ。そうだな、つい弱気になっちまった。不愧是主角、看过剧本。
ほいな。一緒に戦うからさ。ありがとう。本当に頼りにしている。やけに素直だな。こっちが照れちまう。訓練はもういいや。昼になる前に帰ろうぜ。もうそんな時間か。どうした？あの船。黑船来袭。おい、あの旗の紋章、ゼノイラ軍じゃないか。ついにこの島にもやってきたのか。早く皆に伝えよう。わかった。俺は町に行く。アレインは聖堂へ。雷克斯是不是要倒了？雷克斯。まずは港を封鎖しろ。誰も島から逃すな。すげえ。総員、下船完了しました。先遣隊を聖堂に向かわせろ。哇，这个盾目標を生け捕りにするのだ。好。大盾守护者。天を滑る我らが神と、その見つかいたる天使様。我々に今日を生きるだけのささやかな糧をお恵みください。我々の行く先に暗闇を置かれる時も、せめて迷わぬだけの灯火をお与えください。この聖なる大地の守りで一角の聖獣と、母なる巫女の名において。アレインは？いつも言っているでしょ。教会に入るときは静かに。誰なの？どうやら俺たちが一番乗りみてえだな。痛めつけるのはいいが、殺すなよ。ここは神聖なる神の家。父兄は許されませんよ。なら神に祈ってな。くそ。でよ。杀人啦！大丈夫か？疲れた。怖かった。一体何が起きているの？ゼノイラ軍の旗を掲げた船が来ている。あなたが王子であることがゼノイラ軍に伝わったのかしら？それはわからないが。敵を放っておくわけにはいかない。そうね、これ以上聖堂で暴れられたら困るわ。とにかく外に出ましょう。殿下、ご無事でしたか？あれ、レックスはどこに？黒い先に町へ向かった。合流して港へ急ごう。アレイン殿下、その前にこれを。これは殿下に渡すようイレニア様から預かっていた一角獣の指輪です。成人された折にお渡しするつもりでしたが、きっと殿下のことを守ってくださるでしょう。母上が。ありがとう、ジョセフ。では急ぎましょう。关于关卡，大本营 ，Stage Start。大本营不消耗耐力，等待无效，减轻关卡伤害加50。雅联队，啊，一个，我怎么叫雅联队？消耗初级消耗一点，左上方的英勇值。打倒解放城镇堡垒可以获得英勇值。雅联队就可以打这么强。行くぞ。哈。
俺が相手だ。可以编组啊，没有人啊，没有人要编组个屁，直接打。战斗会根据各种规则自动进行。首先，战斗中的行动顺序是由各角色的行动速度来决定。当轮到角色行动时，该角色会发动其拥有的主动技能。发动主动技能时，将会消耗 AP 主动点数。侧翼剑刃。受到攻击时，等特定条件。角色会自动触发被动技能高贵格挡，会消耗 PP 被动点数。哇，这么硬。我方成员受伤时发动了能治疗同伴的快速治疗。哦，反正就是有各种条件就开始触发，由速度最快的那个人触发第一下，然后接下来就看看他们自己打。当双方像这样互相耗尽 AP， 或者是一方全军覆没时，就会结束战斗。Okay. 哦，懂了。若战斗没有分出胜负，剩余 HP 比例较少者将会战败。落败队伍部队在遭到击退后陷入等待状态，陷入等待状态，部队无法动弹。所以我们就可以乘胜追击。哦。战略概念做得不错。Yes。与处于等待状态对手接战时，将会发动先制攻击，不受行动速度影响，立刻采取行动。啊，杀鬼！不啊！いい調子だ。可解放该设施。考えるんだ。反正 Switch 的表现不错。制圧した。压制完成。会英勇值会增加，提升完成关卡时的分数评价，然后就可以透过据点来招人。雷克斯没死哎，太强了。一直觉得雷克斯会死。请让雷克斯自己一个人移动到指定的位置吧。那有什么问题？赶快走过去看看。冲啊！次はどうする？赶快展现一下我帅气的地方吧！操控人是往敌人方向移动，并发起进攻。死死咩！冲啊，雷克斯！会的。Lose 乔瑟夫部队各自拥有移动力，移动力越高，在关卡上越能迅速移动。各部队移动力会以编组角色全体的移动力为基础来计算。出击吧，乔瑟夫队！移动到克雷斯雷克斯队的位置。お任せよ。哦，在近处若有我方部队，即可在战斗前交换位置。哦。これはまずいな。交换位置。啊。这样就可以看，这边再让雷克斯继续打的话，他就会抓起来。来るがいい。那这边的话，反而是对手会抓起来。要时时注意的战略选项，千刀万剐，纯白屏障，来，
哇，还会急救术，不愧是保姆骑士。这保姆骑士不知道会不会死，现在玩这种游戏都会怕。木易啊，木胶感觉。雷克斯，你没事吧？可以不要再送头了吗？三个治疗药水啊死。少し休みてな。不谢了。哈哈，多谢啦。这样雷克斯变成跟克罗伊 CP 了，口不是 body。 你干嘛啊，霍德里克，你有病啊。超过关卡攻略关卡的限制时间，击破敌军将领霍德里克。长按 A 可以选择复数，选定后放开就可以全部以前移动到相同的地点。やってやるぜ。要怎么用？叔叔妹。哎呀，叔叔妹了。手加減はせぬ。好きにはさせない。私が相手だ。ただしやこざいな、千打万剐。しのいでみせよ。しかのはの、解放軍に勝利を。我看看哈，我觉得なりと仰せのままに分開打好了。手加減はせぬ。让保姆骑士上去扁人。完了，保姆骑士妈要把剑子吃光了。错了，私めにお任せよ。下去点，下去点。下去点，下去点。下去点。しまった。切り札だ。回復するわ。切り札。光よ。やは。やは。暗影砍两次，哇，你好硬！勝利を積み重ねよう。往上扁，往上扁。さて、よし。好きにはさせない。快乐收头。两等了，这个是可以靠赛是不是啊？这不知道他本身的能力成长长这样，还是这可以靠赛去赛他的成长。EFF， 这还要靠赛？2024了，我还要靠赛？どう出るべきか。いかがいたしましょう。かしこまりました。私が相手だ。往生際の悪い奴らだ。ここで始末してやる。ホトリック、本当にお前なのか。何故ホトリックに。コルニアの聖騎士ジョセフだ。いいだろう。この俺が相手だ。任せる。守る。
嫌だ。せきかのは。やっはー。やっはー。やりましたな。实在太坚强了。按 Z 牙可以加速，还在凹，还在凹。分かった。哎，不是啊，乔瑟夫怎么又上去了？千刀万剐。しのいでみせよ。哈哈，千刀万剐，开火军你勝利哟！老肯是我这。那个大让我想到魔龙宝冠的魔女，这款想买来玩了。R D R R H M。魔龙宝冠魔女比这个还夸张吧？任せろ。さあ来い。嘻嘻，剪尾升级。どうしてだ、母上のこの騎士だったお前が。何者だ小僧、邪魔をするなら容赦はせんぞ。通じぬ。光よ。この俺か、この俺か。よし。好爽な经验。よし。ステージクリア。哇、wow、哦！发财喽！貴様らのようなコルニアの残党に膝をつくことになるとは。ホドリック、女王陛下と死に赴いたお前がかように落ちてしまうとは。せめてかつての死である私が引導を渡してくれよ。待ってくれ殿下。ホドリック、幼い頃遊んでもらったことを思い出せ。走了回来了、生日快乐。中心とまで言われたあなたは、なぜガレリウスの配下に。何もわからないままかつての仲間を切りたくはない。せめて理由を聞かせてくれないか。アレイ、これは一生一世独角兽戒指。原来是洗脑游戏哦，好色哦。私は一体何を？催眠 APP。人心を操る。妖術、そのようにしか言い表せません。信仰の深かった領主たちの突然の造反、かの日を境に私めも意識を失っておりました。だとすれば恐ろしい妖術です。支配の術とでも申しましょうか。ガレリウスが世界を征服し得たのはその術の力によるものやもしれません。一体あれから10年もの間、私は何をしていたのか。アマツさえアレイン殿下に刃を向けるなど。それ以上自分を責めないでくれ。だがその支配の術がどうしてこの指輪で。王位継承の血筋を証明するための指輪かと思っておりましたが、まさか本当に浄化の力を持っていたとは。殿下、それは一角獣の指輪、代々コルニア王家に伝わる秘宝です。让我们猜猜看，这枚戒指的材质是？没错，精神感应框架。正教でも一角獣は浄化の力を持つ聖獣として扱われているわ。だからその指輪にも浄化の力が宿っているのかも。ガレリウスの知性が人心をもてあそぶ支配の術によるものならば、この指輪の力が闇の支配を解き放つ光とならないか。アレイン殿下、大
確かに操られたものを術から解き放てばゼノイラの支配体制を突き崩せるかもしれない。帝国への反旗は支援ではないのか、そこに大義はあるのか悩んでいた。献上礼物表达心意吧。託されたものの大きさと戒指就地上要不要捡随便你、啊、你自己考虑一下。母上行こう。戦い抜く覚悟ができた。ガレリウスを討ち王家の責任を果たす。原来是死灵法师的独角兽戒指，我懂了。我也懂了。ポドリックの様子はどうだ？ようやく立ち直り、戦いへの覚悟ができたようです。摩喜他喜帖，塞米阿普利 RDR RFP。塞米阿普利。以前より準備していた解放軍にクライブという若い騎士がいます。上陸後は私が早馬を務め、彼に取り次ぎましょう。わかった。よろしく頼む。蛮好笑的。あれいい。ちょっといい。どうしたんだ？あのね。やっぱり何でもない。なんだ？気になるな。ごめんね。大した話じゃないの。いろいろと突然のことだったから、まだ実感が湧かなくて。根据事前情报，確かにそうだな。好像也是有结婚系统，有羁绊系统。この日が来ることは分かっていた。この10年、ジョセフに指示して鍛錬を重ねてきたのは。看来伪王的最终大招就是卫星魔法。母上も自ら剣を取り、道を示す指導者だった。俺もコルニアの王位継承者として。看来又要回到夏威夷了。看到老熟人就用戒指。毎日のようにレックスとも。浜辺で訓練していたものね。見ていたのか。ホドリックがそうだったようにゼノイラ軍に組みした将が操られているのだとしたら賞賛はある。とはいえ今の解放軍の基盤はあまりにも脆弱だ。だから君にも助けてもらいたい。平和を取り戻すためにも。あれいい。そうね、パレビア聖教の司祭として力になれるよう頑張るわ。俺も助けになるぜレックス。なんだよ。王子すみません、立場もわきまえす。幼い頃から一緒に過ごしてきたんだ、かしこまる必要はないさ。私たちは王子に仕える従者、そうは参りません。ですが私もレックスと気持ちは同じです。王子のお役に立てるよう尽力いたします。みんなありがとう、心強いよ。想抽什么就中什么，感谢。要储存目前为止的进度吗？请选择难度，可以随时改。魔龙宝冠魔女胸前的两块是魔力储存槽，证据就是吸血鬼咬到村女后，他们胸部就会变大，变得能放魔法了，好强大哦！哦，原来是这样哦，哎，有道理，不愧是香草色。玩了17年的网络游戏结束了，感觉人生一部分被抽离的空虚感，好难过，哎。可以理解。参哥官方访谈中说，主角可以拿独角兽戒指跟伙伴缔结契约，看特殊剧情。但戒指只有一个，契约只有一次，可以招募的特殊伙伴有60多个。没事，总是能找到最爱的那个大丈夫大。能轻松快速推进剧情的难易度，推荐给想轻畅玩。想畅顺畅游玩，不想卡关的玩家。抱歉，能够享受适当挑战性的标准难易度，推荐给平时经常游玩模拟游戏的玩家。下面意味感谢。
必须绞尽脑汁才能克敌制胜，令人手心冒汗的高难易度，推荐给擅长游玩模拟游戏的资深玩家。我烂，我普通就好。我并没有擅长游玩模拟游戏，我最不会玩了。どうしたの、アレイン？囲まれている。くそ、なんだお前ら。李佳蕾，要不要他妈再烂一点？救命！やはり貴様も。スカーレットをどうする気だ？手荒な歓迎ですまないが、私も少々この娘に用があってね。彼女を離せ！この娘はガレリウス様が必要とされているのだ。どう扱うのかは私の知るところではないがね。悪いが娘はいただいていく。我模拟人生玩了三一年，我依然觉得我不擅长模拟游戏。我也这么觉得。妈的，史加雷特一开始就被抓走了，而且他们怎么绿绿的？奥本，为什么他们在晚上会绿绿？我也绿绿的。从高雄一路开车带家人上台北参加老朋友的葬礼，再开回来中途还去南寮吃了海鲜，好累，给你小起点晚安。爽哦，晚安晚安。突然我们队上最大的魔力储存槽被人家绑走。する前にこのような事態になるとは。殿下。不止老妈，连女朋友都不放过妈皇帝。太狠了，皇帝。啊。しかし、ガレリウスの狙いが花からスカーレットであったとは。連れ去っていったあの騎士は。我稍微加速一下。彼は。我想关台。因为开台。イレニア様に仕える。あの様子から察するに。そうだとしても、なぜ？確か彼女は近頃、ゼノイラ軍が教会の司祭である彼女とも。我知道后面的剧情，如果主角不及时救她，她就会恶作对吗？彼女の身が心配だ。应该不会吧。すぐにでも出発し。まあ待て待て。行き先も。崔维斯。不错，只有男人的空间很棒。彼はトラビス。共に活動している仲間で。いわゆる密偵ってやつだな。それでルノーの足取りはつかめたのか？ああ。東の方角へと行ったが、这款有超浓气丝好耶。超浓气丝。焦るお気持ちはわかりますが、スカーレットまずは眼前の敵を。奇多攻山啊。要先压制这个地区。关于卫士为擅长攻击的职业，能降低敌方防御力，造成大量的伤害。是我唯一的要塞。我军大本营被压制。女王，我这里有台很像凤凰的哥雷姆，听说要教会圣女才能启动，所以这么凶啊！哎，啊，我这样子都不出兵会怎样？这个是这么及时的游戏吗？这部分不得不谢谢红龙，今年让我知道大家最喜欢的模拟游戏《模拟石头》。谢谢大家，输了。Game over。还有克尔努圣辉，倒转败北的过去，重新开始关卡。他从这边开始是这样。哦，好了，那就这样吧。Switch 好处可以断在这边，下次再打。带个段落还不错啊，跟预期的差不多，好玩。好啦，明天不知道有没有空开，就是礼拜五六日会开，只能先这样跟各位讲。关啦关啦，哎呀哎呀啊！好，感谢各位今天收看，再见。